今日は北に行ってたんですけど、もうあまりの渋滞でもうちょっと無理ですね。行くことも諦めました。で、ここは木の浜の琵琶湖川、ちょっとこの襟の付近しかポイントが空いてなかったんで、ここなんですけど、襟には投げないようにしたいと思います。で、今2時過ぎですね。あんま時間なくなっちゃったんですけど、夕まずめはできるんで、今日も頑張ります。1日ぶりの釣りなんで、ちょっとやる気がみなぎってますね。いいですよ。ヘビキャラで一生懸命やってます。なんかウイドもなくて進化がもう拾わないんで、やりやすいです。なんか多分今までやった中で一番ヘビキャラの場所としては雰囲気あると思うんです。ただもうちょっとやっぱ時間が夕方の方がいいのかなっていう気はしますね。バスボートも沖にいっぱいね、いるし、まあ、いい場所だと思います。ライトリグだったら釣れると思うんですよ。で、その、浜松か、この浜の水路であれば、まあ、40ぐらいのやつは多分釣れます。ただ、それじゃあね、来た意味がないんだよ、琵琶湖に。重いもんで、ふっと糸で、硬い竿で釣らんと。でもこの東岸は一番いいのは、この駐車場が充実してることですね。まあ、僕みたいな軽自動車だったら、空いてるところに座って止められるんで、ゴールデンウィークはさすがに、車、満車に近い状態ですけど、まだ全然、スペースはあるっす。しかし今日からもうずっと、木金土日と天気がすごくいいみたいで、もう春本番ですね。多分これでだいぶねパターンは変わりそうな気がします。今までちょっと春引きずってるみたいな、そんなノリもあったんですけど、もう本格的に春初夏みたいな感じになってきました、琵琶湖も。まあこのねシーズナルをここに進んで終えれば一番楽しいんですけど、まあ決まった時にしか来れないんで、そこはしゃあないですね。移動します。もう3分水路まで移動してきました。やりたくないけどライトリグやります。とりあえず1日1匹は魚みたい。やっぱり僕的には琵琶湖はこうライトリグが強いっていう印象があって、まあ福島だったらみんなベイト1本大体の池とかだったらそんな感じなんですけど、琵琶湖ってちょっと太めの8ポンドとかを巻いた長いバス用なのそれっていうようなスピニングロッドを1本とか2本とかベイト持ってない人も結構多いですね。だからなんかやっぱそういう釣りが強いんだろうなっていうのは思います。それなんかもう昔から結構それ思ってて、ね、なんかストロングなスタイルが琵琶湖だみたいな感じのイメージはあるんですけど、なんか逆にそういう方なんか繊細なアプローチのやり方も一方では存在してるんですね。確かにその当たりの数はぐっとやっぱライトリフの方が増えます。まあ、それはしょうがないですね。空いてるとこで適当にやりますわ。
多いですね、桟橋に。ファミリーの方がなんか餌釣りをされてます。家族で釣りはいいですね。まあ、ちょっと沖っていうよりやっぱ足元なんで、足元狙っていきます。さあ、何やっても辛い。辛い。なかなか結果って出ないですね。一日頑張ったんやけど。まあ、琵琶湖ずっと近くに住んでて通ってる人でもそうそう釣れないですから、まあ俺なんかが1週間粘ったぐらいでは釣れないのは当然ですけど、やっぱりこう琵琶湖らしい釣り方っていうか、ハードプラグとか大きいワームとかでガーン合わせてでかいの抜き上げたいんですけど、やっぱりまだそこには程遠いですね。今日は後半は結構ずっとレベル5投げて巻いてリフト&フォールしてたんですけど、全然今日は一回も当たりないですね。まあギルの当たりみたいなのはあったっすけど、本当に厳しい。